あ、開けたり閉めたりして話しかけないで。違います、三尺三寸ストロール。1000のチャレンジをするチャレンジ伯爵です。今日は三尺三寸橋で、三尺三寸橋でご飯を食べるというそんなプランでございます。よっ、大丈夫かな。よっ、高橋や。よっ、高橋や。お茶もこんなにいっぱいあるんですね。素晴らしい。カレー、豚汁、ステーキは言えば焼いてくださる。スイーツと言いつつ、おはぎまでカバーするこの幅広さよ。とりあえずね、とりあえずまあいろいろ少量ずつ。ちょっと高さん怒られるかもしれないけど、はい、普通に来たかったな。少量適当に、はい、そもそも、はい、今日はあれ何食べさし合いってこと。そうそうそう、長さ的に、長さ的に三尺三寸橋の逸話はご存知ですか。ええ、正直あほぼ存じ上げておりませんが、あの世のご飯は三尺三寸の箸で食べる、はいはい、悪人はあの自分のことばっかり考えて、うん、何度かこの長い箸で一人で食べようとするものだから、うん、あのちっともご飯が食べられない。ところが善人の人たちは人に与え合うものだから、うんというとても心温まるお話です。その心温まる風景を実践してみようではないか。マンゴーのコロッケ、マンゴーのコロッケ食べたいんですよね。え、うん、あのね、あ開けたり閉めたりしてるんで、あの安定しないでよ。マンゴーのコロッケ食べたいな。よっお腹すいたな。どうしてお腹すいたな。マンゴーはっ、はいはい、ちょっとつかめなくねこれね。あ、分かった。じゃあマンゴーのコロッケはじゃあちょっと難易度高いと思うんで、もやしのもやしのあのなんちゃらソースこれですね。サラダ的な、ちょっとねやっぱ野菜からこういうね、それぞれもやしのこれ細かいものは細かいの逆に無理かい。じゃあめちゃくちゃ腕が疲れてきたんだけど、じゃあマンゴーのコロッケだなやっぱり。まあそれはマンゴーのコロッケじゃっていいけど。あお腹すいたんだよな。ちょっとちょっとちょっと講師交代。講師。マンゴーのコロッケ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 ね。マンゴーのコロッケ。マンゴーのコロッケ食べたいのね。はい。よっ。はい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 、何が食べたいっけ。マンゴーのコロッケ。あ、鶏の唐揚げになった。鶏の唐揚げ、鶏の唐揚げもいいよね。これ見てほら、これちゃんと箸を持った姿だ。なんか職人みたいになってます。ガラス吹き職人みたいな。話しかけないで集中してんだから話しかけないで。惜しい。ちょっと一瞬両手使っていいですか。うん、一瞬だけ。一瞬だけ。これルール大丈夫。三尺三寸の箸でご飯を食べる。いくよ。はい。ドリフのコントみたいなやつで。ちょっと待てよ。あ、ここ。いくよ。真心の味がする。ただ今のね、正直反則だと自分で思うんですよね。もうちょっとずつ、もう少し交代して、もうワンチャレンジ。もうワンチャレンジ。よっ、よっ、よっ、無理、はい、無理早い。無理早い。いける。ちょっと重い。重いね。マンゴーのコロッケが重い。マンゴーのコロッケ重い。箸の強度が足りない。足りないですね。
企画倒れもいいところ。企画倒れもいいところですね。仕方ないよね、こう満を持してるんですね。満を持してね。あの三尺三寸橋スチール。園芸用品ではありません。これはそうですね。決して園芸用品ではありません。お、お、あ、いや、ずっ、はい。はい、そうだ、やっぱね、両手使うと無理だね。うん、そうですね、まあ両手を使わざる。はい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 。刺さった今。疲れるこれ。あ、ちょっと喉乾いてきた。喉飲み物で。三尺三寸ストローで。あ、行くな、一軒なくなったわ。革命の味がしますね。それ塩ビパイプじゃないですよね。違います、三尺三寸ストローです。そうですよ、伯爵堂のテーマとしてね、はい、あの食事で遊ばないっていうのがあります ね、 そうですね、しっかりこれは美味しく、うん、はい、もちろんです、もちろん味わって、うん、今日はあの仮にテーブルに落ちるのがあっても必ず絶対いただきます。絶対いただきます。それも我々のポリシーがいるんですよ。三尺三寸ストローには多分ね、あのすごいこう、こう吸い込んだ時の水量が足りなくなるとこう、はい、吸い込み切れないという欠点があります。うん、だなというわけで、あの三尺三寸ストローの、 あのタイプ2の、タイプ2ですね、タイプ2のビニールホースじゃないですよね。じゃあ違う、じゃあ違う、三尺三寸ストロー、三尺三寸ストローの、の、アクトツアクトツ、そんな名前だったよ。あれ、全然、減ってる、うん、減ってる、うん、減ってる、いけてる。あ、それ後始末考えたら結局すんかい。ディアブロ、悪人はどのようにして食べてたかということね、これね。あ、そうですね、そもそも、ね、悪人は一人で食べてますからね。そうですよね。ただまあまあまあ、うん、三尺三寸的な部分を生かしながら、そういうことですね。悪人はこうなりますと、はい、掴めて掴めて浮きたけど口まで、こうなっちゃうんですね。悪人が気をつけてこうした時にこう。悪人は気をつけない、気をつけない。悪人、あ、はい、ちょっと待って、あ、物語が根底から覆される。すごい、俺の握力が、いける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 、うんうん、いけちゃうんだな、いけちゃいますね。うん、高橋さんのような悪人でも問題なく食べられてしまう。三尺三寸橋さん、本当によく知っていただいて本当にありがとうございます。ここの場で感謝申し上げます。ありがとうございます。握力めっちゃ使うけど食えます、一人で。教え自体は美しく本当に納得できる話なので、あの素敵だと思いますので、あの皆さんもね、あのトライしてみてはいかがでしょうか。三尺三寸橋はどこで買えますか。あ、三尺三寸橋は、はい、あのホームセンターの園芸コーナーで買えます。あの今回 の、 あの園芸用品でご飯が食べれるかどうかの検証。違う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 、間違ったハスラーみたいなところ、対面型二人羽織みたいな。バグパイプ演奏する人みたいになってる。さあ、あとも美味しくいただきましょう。全然、お願いします。